ウェスティンホテル東京は東京都目黒区三田にあるホテル。マリオットインターナショナルのグループホテルである。札幌ビールが工場跡地に整備した複合施設エビスガーデンプレイス内に開業した。ヨーロピアンクラシック調で統一され、標準タイプで42平方メートルの広さを有する。スイートルームを含む438室。16階から21階は、 ベスティンエグゼクティブクラブ。8つのレストラン、ラウンジバーを併設。17階には、エグゼクティブクラブラウンジがあり、エグゼクティブクラブフロアの宿泊者へのチェックイン、チェックアウトサービス、ブレックファストサービス、ティーサービス、イブニングカクテル、秘書業務ビジネスサポートなどを提供している。また、ホテル2階にある、中国レストラン、リ天ーは、ミシュランガイド東京。 横浜、鎌倉2011において2年連続1つ星を獲得している。2008年6月11日から同月13日まで G8 司法内務大臣会議の会場として使用された。運営はマリオットインターナショナルが行う。開業時は札幌の子会社エビスガーデンプレイスが所有していたが、 2004年12月1日に442億5500万円で、モルガン・スタンレー系不動産投資ファンド、銀座ホールディング特定目的会社へ売却した。2008年2月26日、モルガン・スタンレーはシンガポール政府投資公社参加の、ジック、リアルエステートに運営会社と不動産を約770億円で売却した。2019年12月、ジックは、 中国系の投資会社、ブライトルビーに土地と建物を約1000億円で売却した。など、ホテルフロントエグゼクティブラウンジエビスガーデンプレイスから、ロビー。ありがとうございます。